2日間漬けた味付けに卵を食うでー。開封していく。色薄いな。半熟か？中を開けてみないとわからない。楽しみや。ワクワク。こんはなんやねん。開けて。今剥いてる最中。剥いてるってなんやねん。殻ごと漬けてるんですかね？殻ごと？殻ごと漬けたんか？殻ごとでくさ。殻外せや。あかんですやん。ほんまアホやな。それただのゆで卵じゃね？くさ。殻ごとって味染みてなくね。剥いてから漬けろや。剥いてるわさすがにくさ。剥き終わった。普通の半熟卵にしか見えん。くさ。半熟加減が絶妙なのが余計に悲しい。バカすぎてくさ。殻ごとってなんやねん。無能すぎてくさ入る。ありえねえ。サルモネラ菌やばいで。煮卵は剥いてから漬けるんやぞ。これに2日かけたならほんまもんの天才やで。いっちゃわわでくさ。おいいっちなんとか言えや。うん。よく使っててうまい。嘘でくさ。くさ。くさ生えまくった訴訟。匂いだけやろ。なわけねえだろハゲ。殻バリバリしてるのか。わろた。当たり前やけど色全くついてなくてくさ。天才釣り師。味付けゆで卵カッコからチキって液とかに売ってるやん。あのうようやぞ。燻製と分けちゃうぞ。流れにくさ。ネタっぽくしてガチミスごまかそうとしてるんやろな。ひほう。一気の2日間、無駄だった。殻剥いてつければ早けりゃ3時間で終わるのに何の効果もないことに2日費やしたとかアホすぎやろ。ゆで卵保存してただけやんけ。つからないこともないんじゃないか？やったことないからわからんが。俺もよくやるわ。食べログのそのまま真似してる。天然なら愛せるバカだな。1、可愛い付き合って。一応殻は水分通すから味はついてるんちゃう。マジレッスマンが殻ごとつけるのもおるよね。え、何この流れ。殻ごとつける味付け卵の作り方も普通にあるんだけど。せやろ？手間やけど普通にできるよな。コンビニの味付け卵も殻ついてるやろ。まあ多難ジェイミンが無知さらしてしまったのか。殻ごとつけるパターンあるんか初めて知った。浸透圧利用して殻ごとつける場合もある。まあ時間かかるから剥いた方がええと思うわ。昔保育園の頃のおやつで殻付き味玉はよう出たな。そういう作り方もありやろ。殻ごとつける場合、茹でたての卵を熱いうちに、冷たい方は食塩水に漬け込みますと浸透圧によって、塩味がつくんやで。作り方あってもこの一致がやっとると思うか？殻ごとつけるにしてもやり方が違う。これは全く意味ない。昔バイトしてたラーメン屋で茹で卵タレで煮て味玉にしてたけど大して味染みてなかったな。一致ボッコボコでくさ。画像の時点で2日つけたにしては明らかに色薄いんだよね。めっちゃ泡立ってて怪しいと思ったわ。卵真っ白でくさ。殻に染み込ませて捨てるのはくさ。味ついたからも食えよ。残り3つは今から剥いてからまた漬け直すわ。勉強不足やったぜ。くさ。くさやっぱ使ってないよな。許した。ええんやで。かわいい。愛してる。一致素直でいいやつやんけ。学ぶジェイミン有能。切り替えていけ。頑張りや。ええ姿勢や。頑張って生きるんやで。素直でくさ。なんジェイミンらしからぬ学習意欲。好きです。どんまいやで。そこでアホみたいに反論してボコスカに叩かれるのがナンジェイミンやのに素直でええやつやな。素直やな、ナンジェイミン失格や。ゆで卵なんぞ簡単にできるんやからいつでも作り直すんやで。次はうまいもんできたらええな。自分の過ちを認めることができる有能一致。なんで褒められてんねん。愕然。2日間ウキウキで待ってて挙句の果てにあまり味ついてない卵をこんなもんやろと妥協しながら美味しい美味しいと言ってたと思うと涙が出ますよ。正直者やん。次は美味しくできるといいな。言うほど正直か？うん。よく使っててうまい。プラシーボやろ。素直なんやから。ずるいわ。ワイがこのすれ立てたことにしていいか？2日間を生贄にて液を生み出すジェイミンの鏡。久しぶりにナンジェイで純粋に笑った。今日食べたただのゆで卵の味を彼は一生忘れないだろう。優しいナンジェイミン好き。人が良い奴には優しいんやなって。今までずっとこの作り方でやってたんか？アホでくさ。だけどこういう誰も不幸にならないのはええわ。一致は卵一つ分不幸になったぞ。でも次から美味しいに卵食べられるし、多少はね。卵3つ分不幸にならずに済んだと考えるんや。伸びてるからどんだけできいいんやと思ってすれ開いたら殻剥いててくさ。インスタントラーメン作って入れたらうまいでっしょろな。味付け卵食いたくなってきたな。でも砂糖のバランスが難しいんだよな。ワイも酢の物作るとき塩もみするって知らなかったからどんまいやで。マジかガチかはわからんけど知らんってこんなもんやで。あまりにもバカすぎてすがすがしいほど臭が。タッパに入れてつけてもええんか？ジップロックやないとダメ？入れ物は何でもええで。そこの部分に色がつかないのが気になるのならある程度したら剥き替えたりすればええんやで。ええけど、誰がかぶるようにするならビニール袋に入れて吊るすのがいい。3月。漬け汁の再利用方法って何かある？ほうれん草のおひたしで栄養バッチリよ。おひたしか、試してみるわ。おひたしとかうどんの汁にするとか唐揚げにも使えるかな。
けちゃうけど。唐揚げもええな。生卵の状態で黄身だけ取り出して黄身だけを出し醤油に3日漬けると黄身が半透明になって味もグーマになるで。煮卵より卵黄の醤油漬けの方がうまいで。味付け卵うまいけど割とめんどくさいからな。黄身の味噌漬けの方が楽や。黄身漬けやるとついつい白飯食いすぎてまうんよな。白飯以外に使えたらええんやが。卵の黄身の醤油漬けって何日漬ければええの？3日くらい？最低一晩やね。あとは好みや。やりすぎても硬くなるし。どう考えてもわざとやってるレスコジキなのに釣られてるやつはなんなんや。釣りでも普通に面白いからええやん。お前が一番釣られてる定期わら。ゆで卵ヒットミン見苦しいぞ。からバリバリヒットミンか？煮卵ヒットミンは草。煮卵ヒットミンとか悲しくならんか？味付けはまあ置いといてこんな綺麗に半熟にできてんのは普通にすごい。ワイ作ったら白身ゆるゆるか黄身固まってるかや。チキンラーメン食いたくなってきた。一致電子レンジでゆで卵作りそう。殻付き煮卵に起爆誕。この一天然やったら本当に面白い。殻うまく剥けないって話しようとしたらなんやこのスレ。